2ヶ月後ついに来たか。てれてれ、ヒエとクラマじゃねえか。お、感動の再会か。俺たちも同行させてもらいますよ。協力してくれるってのか。恨みしく、君には借りがあるからね。ふん、物好きなやつだ、あなたもね。おしれえ、このやりとりいいな。よっしゃ、これで100年入りだぜ。たまんねえな。うわ、超アニメ見たくなってきた。なんか我の首くりと暗黒武術界のとこは結構あるな。お、すげえ、なんだこれ。でて、謎すぎる。なんか気持ち悪くなんだこれ。なんかお、見えてくる。お、すげえすげえすげえ。おー、見えてきたね。いい後ろ姿だな。稽古。稽古、なぜこんなとこに。だからすげえなんかあれだな、昭和を感じるな。何なんだろうな。小山さんの計らいでね、あんたたちの応援団として駆けつけたってわけさ。おお、何、小山のやつ余計なことをしやがって。何ですって。まあまあ。おお、こちらはユキナさん。小山様がこの子は余力で寄贈の力があるからということを急お借りとして来てもらったんだ。なるほど。始まったな、ついに。この男桑原の活躍にぜひご期待ください。あ、クアラでも結構強いんだよな。感激だな。私、愛の力で必ず帰ってみせますよ。はあ。そしてここにも狙ってる男が一人だな。ユキナか。なんということだ。ユースケ、負けたら承知しないからね。バン。任せとけって。なかなかいい関係性だな、ユースケ。いいね、なんかこのな、この関係性マジたまんねえな。人がいっぱいいるな。あれ全部観客だろこれ、この周りにいるの。おお、懐かしい。ことだっけ。暗黒武術界開幕いたします。大会ルールは先に相手チームの選手を全員倒すと勝ちとする。なるほど。勝ち残り戦ルール。第1回戦は今回のゲスト、恨めしチーム対六遊会チームに行くか。懐かしい。リンクだよな。遊んでやりますか。よーし、いっか。じゃあ、クワバラ。おー、ちゃんと、おー、選べるようになってる。行くぜ。なんだ。一番弱そうなやつが出てきちゃったよ。なめんじゃねえぞ。クワバラ相当強いからな。まあ、ちょっと俺もあんま覚えてないけどな。どういったあれが。お、これはあれか。お、間に合った。これは当たらず。よかった。相手がやったのは技系だな。これは俺が当たる可能性がある。パンチ力が強化されるとあれな。効果はさ、よし、もう一発伸びろ。飛べか。何、かわしやがった。なるほど、パンチが強化されるとそういったあれがあるんだな。なかなか面白いじゃねえか。面白い、やるねえ、やるねえ。何これ、必殺技か。当初思わせたの相当強いんだろ。左は、よーし、かわした。
どれだっけ。これ回復か。これは回復だな。高めやがったね。じゃあここでちょっとやっとくか。クワガラ回復ができるからな。それはその程度。これなんだっけ、技を振るじゃないか。あ、これで技使えなくなるのか。なるほどね。何これ、ダブルヨーヨー左上やるね。殴ってみるわ。おおしまいだぞ。こっから俺の逆転が始まるから。飛べー。よし、で攻撃当てると、まあ、こうやってなんつうの、まあ、連打ができる。何、じゃあこれでいこう。まあ何かしら行動するたびに、なんていうのかな、 B ボタンを押せば、まあ、レール感回復する、まあ、もしくは技ポイント、まあ、それ割り振る、自分で割り振ることができる。下はかわす。あー、これはどうだ。まあ、これ当たるだろ。当たる。で次多分回復するんじゃないか。それ使った。だが、じゃあこれちょっとぶちかますか。下はどういうことだって感じ。お、あれちょっと無駄じゃ。下 B、 まあ、なんか分けるとなんだ、殴り技、まあ、必殺技みたいな、そういう感じが。殴りが一番弱いわ。ゼル、俺の炎は全てを焼き尽くす。こうやってゴリゴリの攻撃系なんだよな確か。一回じゃ焼き尽くしてやろう。くっ、ネズミ臭い邪魔しごとき相手にならんな。やる気満々じゃねえか。ゼルかっこいいよな。お、これ光線的だね。いきなり必殺技使ってくるぞ。これはどれ系、どういうやつだっけ。左上、まあこれ飛びドン系だな。これは何だこれ、技ばっか使ってくんな。こいつのでも基本なんか飛びドン系ばっかり気がするんだ。こいつの技、うお、まずいね。おい、まだ来んのか貴様。しょうがない。下 B、 めちゃくちゃやってくんじゃねえ。あ、これはミスったな。これはやりやがった。お、やっとこっちの番か。下 X、 さあこちらだいぶやばいぞ。ぶつかます。これすげえ消耗するんだよ。これ消耗力半端ない、まあ、その代わりも威力も半端ないから。よーし、それやりやがったか。上 X、 ミスター。これは完全にミスった。これまあいいや、そうはいかん。それ崩してやる。しょうがねえな。あれなんだっけ、レール考えちゃったっけな。さあこれは勝てるんだろうか。よーし、飛んだ。このうちに俺は強化しまくっとく。よし、強化しまくっとく。さらにで、とりあえずもう敵がなんかもうぶっ倒れてる間はもうやりたいことだから、でこれでやっとく。一発絶対当てる。でこれで当てる。起きやがった。お、あ、もったいなかったな。今やってもよかったかも。まあちょっとやべえんだよな。さあこれはちょっとまずい、ちょっとまずいかもしれない。最強なラン来たな。
ってこっちが不利なんだよ。こっちは飛び止め、あっちは飛び止め系でこっちは殴り系だから。よし、だが残像だ。何、まあ、さっきやっといてよかったな。ああ、当たった。上 Y か。よーし、さあ決めてやるぜ。下 X。 いや危なかったな。まあヒエはなんか上 Y であれだから、もう残像なあれができるから、それによってこっちがダメージ食らっても、まあそれは無効化できる。一回だけね。バカめ、焼き尽くされるがいいわ。それでは次の選手前へ。次の選手はにゃいないんですか、こいつか。チュー、やつらなら俺が始末しちまったぜ。あいつら途中でおじけづいて逃げ落ちしやがったからな。たくよ、どいつもなんか濃すぎだろ。なんか幽閉白書の濃いな、ほんと。なんか登場人物がめちゃくちゃいい笑顔だ。いい目だ。バトルマニアの目だな。得体の知れない奇妙な容器を感じる。やつは要注意だと。任せろい。殴りか。よし、いいね。いいね。下 X。服が変わったから、ちょっとこれかっけんだよな。俺、このモーション好き。ドーン。よーし。もう一回作るか。下 Y。殴り好きだね。ショットガン、ドラダダ。ショットガンそんな消耗しねえから、ね、まあちょいちょい食らわせます。お、また来るね。じゃあ今度下 B 行くか。じゃあせっかくだから殴る。ドン。よーし、でこの技に対しても必殺技が優先される。まあ必殺、まあ、なんつうんだ、技っつうかあれだよ、補助系っつうの。お、使ってきたか、ついに。あー、これはミスったか。飛びドン系か。あ、殴り系か。あ、危ね。左 B でやったけど。よし。下 X。わかりやすく好きだわ。よーし、何来る、これはどれ系だ。あ、やっちまったな。逃げるかった。上 X で逃げるかった。今技封じられた。これ技使えなくなっちまった。まあ、技っつってもあれだけどな、その、まあ、パンチ力アップみたいな、そういうやつができなくなっちまった。またか。殴ってこい。よし、じゃあ殴りに行かせてもらうわ。バトルマニアの前には振れ。いけるか。いった。トゥールトゥトゥールトゥトゥール。2回戦進出です。行ってしもうたか。お、チュー。テレ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 テ、完全にダウンしてるよ。お、お面白くなってきたね。いいね。キャラ濃すぎんだな、マジで。どいつもこいつも濃すぎだよ。